清水氏。清水氏、清水氏、清水氏は、日本の士族の一つ。主なものとして、次の流れがある。備中国の国人で、出自については、昔から小説あるが、古代に、備前国小島軍に赴任した、葛城の山田忠だ清水子の末裔である。達会が本性である。備前、備中の南波氏の一族である。 長戸国に移った清水家の資料では、平村生としているが、これは、具体的には、平の清森の孫、平これ森の子孫としており全く信用できない。元の居城は、備中清水城、現、岡山県総社市出で,で、後に、備中高松城。戦国時代初期の清水宗則、貧乏氏は、備中国の国人、石川久し式、西門の城。 に従属した。清水宗則には三人の息子がおり、長男は清水宗友、六郎兵衛、左近正元、貧後神、入道月神。次男は清水宗治、長左衛門。三男は南波宗忠。1574年、備中の戦国大名三村家の重臣だった主家の石川家が、も年により滅ぼされた際。 清水家は石川家から離反して、もう都市家の小早川高陰に味方し、その功績により、石川久志式の出城だった備中工場を預けられた。なお、1582年、天下統一を目論む、織田信長の家臣、橋場秀吉が備中国まで進行してくる事態となった。前年には、山陰の要少、鳥取城が落城し、 上昇吉川京家らが自害に追い込まれていた。この山陽道の要少、備中高松城を守る清水宗司、月生兄弟は奮戦するが、秀吉の水攻めという奇策により、最終的には、将兵の除名を条件に自害して果てた。宗司の息子は三人おり、長男、ただし諸子の清水宗行は1600年の関ヶ原の、 戦いの前哨戦のあの津城攻房戦で打ち死にし、次男の清水影次が後を継いだ。清水影次は、傍聴違法後の毛利氏の財政難に対して、増田元将と共に財政再建に尽くして活躍した。清水家は、長州藩宿りき組として幕末まで続いた。清水影次の子孫に二十二歳で、長州藩の家老となり、 金門の変の責任を取って1864年に自害した清水聖太郎親父が出る。息子の死後、父の清水親春が再度家徳を継ぎ、明治維新で活躍したため、明治時代には支持が断釈を助釈した。伊豆清水氏は伊勢新九郎政治の家臣として、伊豆国に下ったとも、もともと伊豆の土豪とも言われている。それ以前の経営図は不明。 伊豆清水氏の初代の名は不明であるが、伊豆国同社注文、天理図書館所蔵に、初代清水氏が所見されている。二代目の清水綱吉も、北条氏に仕えて、伊豆国の支配や、戦場での働きで、勢力拡大に貢献したものと思われる。綱吉の弟、清水義政は、宇治綱の着難、北条宇治安の森役、補佐役を務めて徴用された。三代目となる、 清水康秀は、その氏康から返記を賜ってその重心として、活動し、伊豆州の中でも、随一の実力者であった、北条氏所領役長によれば、伊豆州二十九人衆の筆頭とされ、伊豆州の中でも地業は最も多い二十九巻七百部によ。天正十六年には、豊臣秀吉水軍の備えとして、北条水軍の拠点を下田に築くこととなり、 北条氏直から上昇として、すべてが任された。東京、清水文書しかし、時代の流れが、北条氏も、それに従う清水氏も飲み込み、1590年には、豊臣秀吉の小田原征伐が開始された。安秀は、伊豆国の下田城に老城氏2ヶ月にわたる、老城戦を行うが、最終的には開城して隠居し、1591年に伊豆デビを死した。 安秀の子には、新七郎、1569年に、甲斐、武田氏の信仰を、駿河神原城で迎え討ち戦し、原見石文書及び太郎左門の城まっさかつ、小田原会場後に、宇治直に同行した後、結城秀康に仕えて1616 16年に没の二人が、ある。安秀の後衛の一派は、文禄二年、1593年沼津に移り住み、 駿河国寸東軍沼津塾の本陣経営者となり、幕末に至るまで、名主や年寄りなどを務め、明治時代に入ってからは、沼津郵便電信局を営んだ。では清水氏は、清和賢治足利氏の一門、芝氏の一族もがみ氏の分家筋にあたる。1474年、芝金寄りの彦の成沢万宮が、最上地方へ進出し、その後に、大倉村に、 清水城を築いて、居城とし、それ以降清水氏を名乗った。清水氏の五代目、当主、清水義隆が、本号会の戦いで、武藤義蔵の軍勢と戦って討ち死に。その後は、清水義氏が継いだ。義氏には、男子がなかったため、一族でもあり、本家筋の最上み光の息子を養子として迎えた。これが、清水氏七代目、当主、 清水義家である。清水義家は清水氏の養子となる以前に豊臣家に近似として仕えていたことがあり、その縁で豊臣秀頼とも交流があった。これが後年の悲劇の一因となる。1613年、徳川栄康と豊臣秀頼との手切れが決定的になると最上家は、 徳川家康ら東軍諸将から、清水義親と豊臣家との内通を疑われてしまう。もがみ義満の死後、その家督を継いだ実刑のもがみえは、疑いを晴らすために弟である、清水義親の追悼を決断し、翌1614年に清水城を攻撃して落城させた。清水義親は、十三歳であった着手の清水義継、と々ども切腹させられ、 ここに、清水家は滅亡した。日立国の清水氏は、佐竹氏の家臣として数流が確認される。高野城主の血筋としても清水姓の武将が確認されることから、有力な武家としての地位を保持していたことがわかる。佐竹家臣清水被全室愛の名が見える。下谷国の境、日立国久寺軍清水の里に住み、住居をもって、財名を称号とするという。 しばらく、ぬかたのしの家臣であったが、四代様城、たえも通りための代に、佐竹氏の家臣となりや北天方に従い、で和国に移住するという。佐竹氏の家臣に本姓を、源の阿孫とし、戦国大名あった上氏の旧臣たる清水氏がある。法上氏綱から、変記の授を受けた、清水綱県、綱方はその父、法上総運の代から仕えて、 伊豆国下殿に住まい、武蔵国の品川合戦や里見合戦にも、功を挙げたという。その子も小学坊、足利春氏や関東管領上杉の政らとの川越野戦にて、上杉友貞との戦に、対抗ありと言い,い、父と同様に主君の北条宇治安から返旗を受け、上野森安剣、安方と名乗るという。その次男、大阪別住高剣、高方は、 日立国の方に住まうといい、その子、旗間守高道が、佐竹義重にへ、佐竹氏の秋田天舗に従い、秋田に移住するという。聖徳三年、1713年、九時群頃富士の東、勝山長福寺の境内に、清水寺旧の名が刻まれたとされる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。